おはようございます。今日の全国のお天気お伝えしていきます。まずは皆さんからいただいているウェザーリポートを見ていきましょう。青森県八戸市の方からいただいたこちらのリポートです。今朝は昨日よりじりじり&暑さを感じます。今日は東北でも猛暑日となるところが多くなりますので、熱中症対策しっかりと行ってください。ありがとうございます。では続いてちょっと雲が多そうですね。こちらのリポート見ていきましょう。宮崎県日南市の方からいただきました。ありがとうございます。昨夜から雨は強く、明け方から雷が何度となく落ちていますといただいています。今雨が降ったり止んだりとしていて、そして雷も鳴っているということですので、十分に注意をしてください。それでは全国のお天気アイコンで確認していきます。全国のお天気をお伝えしていきます。今日は全国的に日差しが届いて気温がかなり高くなります。熱中症対策、紫外線対策しっかりと行うようにしてください。そして午後からは東日本と西日本を中心にゲリラ雷雨の可能性があります。もくもくとした雲やグレーの雲が近づいてきたら十分に注意をしてください。そして先ほどもリポートにありましたように、九州の南部、そして四国の南部のエリアでは今日は雨が降ったり止んだり、そして沖縄も今日は雲が広がりやすい空となります。一時的に雷雨となる可能性もありますので、十分に注意をしてください。以上、全国の天気お伝えしていきました。良い週末をお過ごしください。